ジャンプの鈴風青葉です。よろしくお願いします。普段は喋るの苦手なんだけど、レッスンなら大丈夫。よし、私もやるぞ。飯島ゆん言います。関西の生まれなんよ。よろしくな。さーて、今日も気合い入れるぞ。皆さんおはようございます。かげなです。今日も一日よろしくお願いします。今回はキララファンタジア近況報告2回目をお送りいたします。皆さんのご視聴よろしくお願いします。では今回は、メモリアルクエストもマヤとメグとキラクリスマスが無事に完了しましたので、1週間投稿しなかったことのお詫びとして、でマヤの方のメモリアルクエスト3冊を無音ですが報告しようとしています。では今回はトレードを行いまして、今週分食べたチケットを公開して召喚していこうと思います。今回は今週の分は65枚集まりましたので、それを全部公開して、全部で7枚交渉成立します。で、続きまして7回に召喚する召喚役方で、ね、7連続を行います。だんだん変えてきたし、どん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 気に落ちますね。でももう一度頑張ります。では1回目開きますよ。おひな様、憧れちゃいます。ユンが来ましたね。すごかったです。一瞬ひげいかと思ったけど、よかった。おひな様でひげないと来たあの方法を思い出してしまうのはよくないことかな。そこはダメです。では2回目開きますよ。ライトが出ますね。開かない。私もモフモフしたいです。モフモフってことは金の水着かな。あ、モファの方入れたか。すごかったです。次回も頑張ります。これで星4になりますね。いや、モカのメモリアルクエスト見たかったな。はい、3回目行っていきます。行ってみましょう。乾燥にしたっていうと時間がいくらあっても足りませんからね。昨日の敵は今日の友です。シュガー、カルガモン、ソルト、何でもございます。でもできる限りは新しいキャラがいいんだけどね。そこはダメですか。では4枚目新たな出会いを。何が来るかな。これはひょっとするかもです。誰かな。アンチミックがいっぱいいる。おお、アンハピの方のふばちちゃんが来ました。パチ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 。ここなら見つからないと思ったのに。佐山つばきです。僕のことはあんまり気にしないで。すごかったです。次回も頑張ります。
もう何とか今週は一人が2回によって済みますね。ではもう、5回目いきますね。行ってみましょう。変身トークで、これはひょっとするかもです。ああ、やっぱニューゲームをオープンからニューゲームが偏ってきましたね。すごかったです。次回も頑張ります。でも結構手に入れてない確率多いんですよね。これで姫ですね。お願いします。新たな出会いを、新しいキャラをくださいませ。ないそうで、よろしくお願いします。ん、よろしく。おお、ブライダルクレアが来ました。バーキ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 。結婚なんて私にはまだ早いのに、こんなドレスを着せてもらっていいんでしょうか。とにかくこれからも止める時も貧しい時も真心を尽くして召喚することを誓います。すごかったです。次回も頑張ります。ではここからちょっと進化させていきますね。ダメだよ、まず最初にスバキちゃんの方から進化させていただきます。アルキメット素材を限界突破させて、強くなれたのかな。実験的に強くしまして、強くなれたのかな。要来、真っ白なスバキちゃんに似合っちゃった。見ないで。あ、次ましてクレアブライダルを行っていこうと思います。限界突破しまして、皆さんのために私ができることを強化して、私もまだまだ成長期ですから。で、ここから進化させていただきます。とどうなのかな。皆さんのためなら頑張ります。見惚れキャラか、ちょっと活気して、おお、これ稼働に近いね。あ、いけないいけない、目が動かない。ではここからはメモリアルクエスト3冊の無音公開を行います。大人気ですが、声がだけでも十分楽しめる内容となってますので、ぜひともお聞きくださると嬉しいです。では先行公開をお送りします。どうぞ。ということで、一緒に遊びに行くぞ。おー、ランプはお姉ちゃんたちの後についてくるんだぞ。はい、お姉様。ランプ、お姉ちゃんと手をつなぐ？もちろんです、お姉様。
それじゃあ、反対側は私。お姉様たちに挟んでいただけるなんて、私、感激です。ありがとうございます。あやお姉様、メグお姉様。なんだか、お姉ちゃんってちょっと楽しいかも。うん、この調子でどんどん試してみよう。それじゃあリゼの真似して、今日一日我々は臨時部隊ヤマメ隊だ。よろしいのですか。私なんかが恐れ多いです。今日は私たちの妹なんだから遠慮しなくていいんだよ。ぎゅー。なんと接客的な。それってもしかして。うん、ココアちゃんの真似。じゃあ私はシャロの真似で。はい、ランプ、これあげる。これはジュースですか。うん、前にシャロにグレープジュースをおごってもらったことを思い出して。ありがとうございます。大切に大切に飲ませていただきます。じゃあ私はこれあげるね。はい、月影のかけら。何そのアイテム、かっけー。ただのクッキーだよ。チアさんの真似してみただけ。はぁ、こんなに幸せでいいんでしょうか。私は、もしや今日このまま死ぬのでは？ランプちゃん、なんか本当に魂抜けてない？はぁ、私は何を？お花畑が見えてました。もう、ランプちゃんたら大げさだよ。ね、マヤちゃん。あれ？どうしたの？なんか違うような気がしてきたぞ。ん？どういうこと？私が想像してたお姉ちゃんと、ちょっと違うっていうか。楽しいんだけど、目指してたとこからずれてきちゃった気がする。違う？まさか、私が妹としての振る舞いを間違ってしまったのでしょうか？ううん、そういうんじゃなくてさ。私、頑張りますから！見捨てないでください、お姉様！ランプちゃん落ち着いてよ。あれ？今なんか変な音しなかった？え？聞こえなかったけど。確かに聞こえたんだけどな。あっちの方から。あ、ん？どうしたの、ランプ？噂で聞いたことがあるんですが、ここら辺には魔物がいて。うんうん。騒がしくすると機嫌を損ねて襲ってくるらしいんです。めっちゃ騒がしくしちゃったけど。やっぱり来ちゃったー。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、まあ、マヤの本を送りしましたけど、これからも、もう、それを、メウィンクエ、メウィンクエと解放したものから、徐々に一つずつ公開していこうと思います。こんなことしか今の。では、今回は集会後のどのように早くなったのかをお見せいたします。私の方にはランプが3分間かけて、早くなります。力を貸してください。目に物見せよう。気合を入れて、いざ！問題はここからです。正面突破でいきましょう！
年前では1体でしたが、前回攻撃のおかげで退却することができました。その結果、大体25秒ほどで、シークレットが終わることができました。まあ、たまに目を背いたり、ちょっと目を、見ていないうちに、忘れてしまうこともありました。こんなことしか今の私にはできない。続きまして、スキルアップの周回をお送りいたします。周回の時は、第1部6章の31節の襲来その3で行いまして、準備できました。やっていこう。行きましょう。まずその様子を見てください。まず、育てたいスキルを先に行いまして、私の力でみんなを助ける。ダメ。今週は湯のを水に食いまして、よし、ヤスキーみかんも大きいの行くわよ。もう一回ま育てていこうと思います。ひなきみかんはもう一回使えるようですので、魔法使いも使いまして、スキルを回復させて、また使用して、ここである日の攻撃を受けて、ストップします。どけ。これ、絶対音声をオフになると、メンタル的にやられてしまいますので、今、音声を止めてさえ焼けます。では、続きまして、ユノのクリスマス、それを複数回行ったことで、何個か周回、もう、キューを終えて進化させていこうと思います。こんな夜中にやるのか？今週3人の無事に、早めにクリアしますと、あと105人のプレイヤーが残ってます。この武器はもっと強くなるな！たまに金も、コインの方も、減ってきますが、コインのクエストで何とかしのぎ切っていこうと思います。あと、これで、スキルの方を見て、残り、今の件の残りの使用回数が、ニューのクリスマスが190回、で、ひなきみかんも217回、で、続きまして、で、ニューのナイトの方では、79回となってます。では、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。ありがとうございました。